シスター、こんにちは。こんにちは、ココネと渡辺玲子さんです。はい、こんにちは、渡辺玲子です。今回は2回目ということで。そうですね、2回目になりました。はい、はい、前回はまあね、おむつ編をやらせていただきましたけど、はい、次はつかまり立ち編。そうですね、つかまり立ちです。すごいですね、進歩しておりますよ。はい、はい、7ヶ月の子なんでね。はい、はい、楓ちゃんですね。楓ちゃんですね。はい、では見ていきましょう。はい、見ていきましょう。はい、このぐらいになりますと、世界が 2D から 3D の世界に変わります。はあ、なるほど。はい、ですので凹凸があるところに向かってさらに向こうに行こうとするので、今もソファーの上に上がって、さらにその上にあるリモコンを取ろうとしてます。なるほどね、はい、目標がやっぱりあるんですね。そうですね、目的が。で、あの下から見るとソファーの上の方にあるものは本来見えないはずなんですが、縁といってこのヘリの向こう側にあるものを取ろうとするのがこの時期です。ああ、なるほど、興味津々ですね。なるほどね、上のものも大好きとかがわからないって、ね、そうです。で、今も机の上なんですけど、机の上の向こうに何かがあるのが分かってるので、向こうを一生懸命覗こうとしてます。なるほどね、でも危ないじゃないですか。そうです ね、 ね、だから私も今手でちょっと押さえながらやってるんですけど、でもこの高さ的には捕まり立ちするのには最高の高さなので。あ、そうなんだ、はい、なるほどね。まあ、あの人によってはこの、ヘリに安全のクッションをつけるのもいいと思います。そうですよね、はい、その上で遊んであげるのも。そうですね、こちらのお宅はちょっとガラスの机なので、うん、下から上にあるものがよく見えるので、うん、逆に上のものが興味があると思います。なるほど、ね、はい、そういう使い方もできるんですね。そうですね、注意してみなきゃいけないことみたいなのはないんですか。そう、やっぱり今みたいに頭をぶつけやすいところはできればクッションだったりとか、バランスを崩して後ろから倒れてしまったりするので、後ろの部分にはあの例えば硬いブロックとかがない方がいいかなと思います。はい、皆さん気をつけて楽しんでください、はい、楽しんでくださいね。それでは次は遊び方編。はい、ね、遊び方です。7ヶ月の楓ちゃんと、うん、遊びます。そうです、遊びます。はい、きっと大丈夫。